こんにちは、福田昭夫でございます。選挙戦線もいよいよ今日と明日と残すところ2日となりました。皆様のおかげで私も元気いっぱい頑張っております。どうか最後の最後までよろしくお願いを申し上げます。さて、安倍政権の放送が始まっておりますけれども、安倍政権が進める経済政策、それは第2条第5回中心の政策であって、ますます格差を拡大する。大企業が儲かれば中小企業や、あるいは大都会の恩恵が地方に及ぶ、そんな話をしておりますけれども、そんなことは全くありません。それどころかアベノミクスで円が安くなりすぎて、中小企業の皆さんは大変厳しい経営を強いられております。また農業農村の所得を倍増するといっても、とてもとても夢のまた夢であります。ご案内の通り、個別所得補償制度を廃止をし、さらに TPP への参加を前提に米価も過去最低となります。なんと1票8,000円、農家の皆さんは来年どうするかな、機械のローン代はどうするかな、大変農家の皆さんもまだ厳しい経営を強いられております。また消費者の皆さんも買い物をするのに、なんかみんなどんなものもちょっと小さくなってしまったな、これも消費税 3% が上がったせいかな、そんな大変な小言を言っている、そうした状況にございます。そして何よりもアベノミクスが失敗をしたのは、ありがとうございます、何よりも失敗をいたしましたのは、国民の皆さんの所得を上げるどころか所得を下げてしまった。15ヶ月連続実質賃金が低下をしているということであります。そしてさらにもう一つ安倍政権のダメなところ、これはご案内の通り、集団的自衛権の行使を容認をして、いつでも戦争する国を作ることであります。こんなことになりましたら皆さん大変です。自衛隊が米軍と一緒に活動する、あるいは米軍の肩代わりをする、こんなことになりましたら、まさに自衛隊にも他国の人を殺す、自分も殺される、こういう関係になるわけであります。とてもとても平和国家日本が今までこんなに素晴らしい平和国家として繁栄をしてまいりましたけれども、これだけの繁栄を続けることはできなくなります。国の予算の半分軍事費に持ってかれて、私たちの可愛い子供や孫たちが、自衛隊が自民党の政権、安倍政権が続きますと、いずれ国防軍となる、自分の国を守るだけではなく外国を攻めていく、こういう軍隊にもなってしまいます。皆さん、こうした安倍政権に何としてもストップをかけましょう。安倍政権にノーと言いましょう。そしてさらに私の対立候補、相手候補であります、皆さん、12月9日青年会議所の皆さんが骨を折っていただいて合同の個人演説会がありました。その時、なんと現職の大臣は最初は公務があるから欠席だ、こういうことでありました。ところが私たちが2人が出席をする、こういうことになりましたら、7時にはやってまいります、8時には退席をしてしまいます。しかも相手の質問にはろくな答えもせず退席をしてしまいます。前回は遅れてきました、遅刻をしてきます。今回は先に退席をしてしまいます。そして青年会議所の皆さんが合同個人演説会の2時間分を全て
ホームページにアップをする予定でありました。しかし本人が同意をせずに、残念ながら本人がいない部分だけがアップされております。皆さん、こんな失礼な方はありませんね。現職の大臣ですよ、安倍内閣の。それがまさにこの合同個人演説会を主催をする青年会議所の皆さんにはもちろん、参加した皆さんにももちろん、有権者を本当にですね、馬鹿にする話ですよ皆さん。これはこういう人に私も負けるわけにはいかないんですけど、ぜひ皆さんですね、皆さんお一人お一人のお力で何としてもこのおかしな大臣全部破ってみましょう皆さん。ぜひともですね、この大臣、これ以上大臣を続けさせるわけにはいかない。この選挙で大臣にしっかりノーを突きつけて、そのことが安倍政権にノーだということにつなげられるように、どうもよろしくお願いいたします。私津田明夫、もう相手の後ろにぴったりとくっついております。あと残すところ2日でありますけれども、皆さんお一人お一人のご支援をいただければ必ず追い抜けます。皆さん、ぜひとも最後の最後まで皆さんお一人お一人のご支援をお願い申し上げます。私からのお願いとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは候補者福田昭夫であります。お集まりの皆さん、この最後の戦いが大変重要です。どうか皆さんのお力で